はいどうも、今回は神奈川県藤沢市にやってきました。初訪問のラーメンショップさんのお店、こちらです。ラーメンショップ石川店、いらっしょ。Thank you.
ラーメンショップ石川店さんのラーメンとライス、今回も固め濃いめ多めでお願いしました。今回のラーメンで何せ印象的だったのはこの油の存在感、まあ量ですね。もちろんこう例えば固め濃いめ多め同じこうお好みを出してもお店によって全然ね印象は違うんですけども、それにしてもここの油多めすごかったですね。おそらくこう丼自体が平たいというかね、もうラーショさん特有のこの丼なので、もしかするとですけど、こう油多めにする場合はスープの量が若干減るのかなと思うぐらいのこの油の比率の高さ、普通のこう一定量のスープに油が足されたという印象よりはスープがこう少ないのかなっていう思うようなこう油、そしてスープ返しの印象でした。というのは、温度のぬるさからもそれちょっと想像できたんですけども、返しのね印象は強いんですよ。要するに塩線香のかなり強い返しだったんですけど、返しの印象とこの油の印象が飛び抜けて強くて、スープ本体となるスープの印象があんまりなかったんで、もしかしたらさっき言ったようにこのラーメンショップさん独特なあの平たいね丼の容量が決まっているので、油多めにするときはもしかしたらスープ少し少なめなのかなっていう思うような感じの、印象でした。でね、麺は固めなんですけども、ちょっと粉っぽくボソッとするような感じの麺でした。
そして自分のやっぱ好み、もしかしたらこう次このお店を伺うときは油は普通もしくは少なめで、麺固め、なんだっけ、麺固めと味濃いめでお願いするのもいいかなと。そして、この張り紙としていろんなね、つけ麺なんかもやってらっしゃるんですね。とかいろんなこう張り紙に面白そうなものがあったので、そっちの方を次回注文してみるのもいいかなと思いました。いずれにしてもやっぱラーメンショップさんまだまだ回り始めなんですが、印象がかなりお店によってね、相当違うので、このあたりも、まあ、個性を、そのお店ごとの個性をつかむというのも、一個ラーメンショップさんを回る醍醐味かなと思いました。はい、ということでした。ここまでご視聴ありがとうございました。ではまた。